何回も言ってる通りですね、他校のレジュメだったり問題集ですね、なんかやってる暇全くないんですよ。何かっていうと自分たちが与えられている当然ですよね。でもそうやって消化できてないんで、それをどうやってうまくね消化するかというのがポイントなんですよね。はい、皆さんこんにちは、公認会計士の小山です。本日はですね、本試験前までにやっておいた方がいいことというテーマで動画を収録していきたいと思います。まあ、今回本試験前っていうテーマなんで学習の話になります。会計士バージョンみたいな話で収録していきたいと思います。5つ挙げました。5つね。まず1つ目、サマリーページの完成です。サマリーページね、まあ、僕の動画で出てくるあのワードなんで、サマリーページね、まあ、ちょっと流行語になりつつあるんですけど、サマリーページぜひ1個目覚えてください。2つ目、テキストあるじゃないですか。のテキスト1冊あたりの時間管理をしておくってことですね。まあ、1回回すのに何分なんだってことですね。これを把握しておくってことです。で、3つ目、当連の抜粋で、これ抜粋っていうのがポイントなんですね。当連ね、第1回第10回とかあると思うんですけど、まあね、皆さんご丁寧に解いていることが多いんですね、毎回毎回。これ実は、ありがちなミスパターンですよと、これも後で話します。4つ目、これ今回本試験前っていう話なんで直前期ですね、ぜひこれやってほしいのが、1日1科目だけをですね、どっぷりやる時間っていうのもぜひ作ってほしいなってことで、これ4つ目に挙げました。1日1科目の時間というテーマですね。はい、で5つ目はね、本試験ね、最後ね、合わしに行かなきゃいけませんので、本試験の時間ですね、のスケジュール管理ですね。本試験に合わせたスケジュール管理っていうのをちょっとね、5つ目に持ってきました。各詳細解説に行きたいと思います。では早速行きましょう。で、1つ目。サマリーページ完成ですね。サマリーページね、これ僕の動画でやったら出てくるんですけど、簡単に言います。あの、皆さんがよく耳にするのは招待ページだと思います。招待ページで、サマリーページっていうのは僕が勝手に作ったお話なんで、これね、今日はちょっと解説したいと思います。で、招待ページに何をしてほしいかっていうと、要はね、学習進むじゃないですか。まあ、監査論とか企業法とか管理会計とか、特に理論科目なんですけど、要は知識がね、要はいろんなところに散らばってると思うんですけど、まあ、最初本試験をね、それをきれいにアウトプットする練習していかなきゃいけませんので、自分の知識が合ってるのかどうかっていうのを、やっぱね、ある程度アウトプットというか形として持っといてほしいんですよ。よくマインドマップとかって言うじゃないですか。っていう感じで、ある程度この論点来たら、あ、これとこれとこれがあって、あとこれとこれこれがあって、で、例原則と例外があってみたいな感じで、どんどんね、もうそういう風にもうシナプスがね、繋がってる感じで、どんどん出てこなきゃダメなんですけど、これね、僕本試験前にぜひやってほしくて、で、例えば何かっていうと、これ招待ページっていうのはこれなんですよ。これ監査論ね。で、第2章、監査実施、まあ、実施論ですよね。監査の実施ってあるじゃないですか。まあ、リスクアプローチとか、示唆とか、あの、実査とかあるじゃないですか。が、これ、招待ページなんですけど、僕はこれをサマリーページって呼んでるんですよ。で、何かっていうと、これまだ招待ページです。今僕はね、サンプリングとか、示唆とか言ったんですけど、この、招待ページに、実は、タックも見越してるんですかね。こういうふうに、実は白紙ってあるじゃないですか。余白部分。で、ここに、これね、今からね、実施論読んでいけば、書いてあるところの、ポイントですよ。で、自分なりのでいいです。もう自分の理解でいいです。で、間違ってたら変えたらいいんで。っていうのを、綺麗にまとめてみるんですよ。そうすると、何がいいかっていうと、本試験前は、もうこのページですね、各ね、章だけを見ていけばですね、復習が一気に終わると。でね、さっき言った通り脳のシナプスがね、活性化するみたいな感じで、どんどん連鎖反応起きるんですよね。リスクアプローチは示唆だよなとか、まあ、そういう感じでどんどんね、出てきますんで、まあ、そういう感じでね、ぜひまとめてみることをお勧めします。で、何がいいかって、これ一つ、まとめてる時が、まずこれ一つアウトプットの練習になるんですね。これがめちゃめちゃ復習としてはめちゃめちゃいいと思います。で、二つ目、試験当日でね、まあ、例えば本試験前1時間前とかですよ。まあ、時間ないじゃないですか。っていうの時にも、復習の効率化に、すごいね、抜群に効果を発揮しますんで、ぜひね、自分の知識ができてるのかっていう部分で一つ作ってみる。で、2つ目ね、それを使ってみるっていう感じで、まあ、本試験前にね、かなり生きてきますんで、これ本試験前までにやっておいた方がいいことの1つ目にありました。で、人によってはね、書きたいこといっぱいだよと、で、しかも私よく間違えちゃうという方は、ぜひね、これ付箋でいいです。あの 3M のね、付箋、ここででかいのあるじゃないですか。いわゆるポストイットですね、ポストイット。それをペタ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 貼っとけばですね、まあ、間違えたら剥がせばいいし、見すぎた、飽きたわというのがあればもう剥がせばいいですから、まあ、そんな感じでぜひサマリーページ、招待ページですね。皆さんまだ招待ページです。招待ページをぜひサマリーページに進化させてあげてほしいなというのが1点目。はい。で、2つ目。1冊あたりの時間管理です。例えばね、監査論だったら、これ上級テキストとか1冊しかないじゃないですか。で、私がね、受験当時もやってたのは何かっていうと、この1冊を要はもうある程度復習すると時間読めるわけじゃないですか。なんでストップウォッチ測っていくんですよ。で、1日ねバーッと見てですね、これを読み切るのに、まあ、通読ですよね、書き写すんじゃなくて、要は知識の定着ですね。エビングハウスの忘却曲線という動画で言った通りですね、何回回すんですよ。回した時にこれが例えば1時間で終わるんだったら1時間で書いておくんですよ。まあ1時間で終わらないでしょうけど、これじゃあ10時間で書いておくんですよ。そしたら何がいいかっていうと、次ね、復習する時ですね、試験直前になればどんどんカツカツですよ。っていう時に10時間だったらもう10時間いるって枠取れるじゃないですか。これが、闇雲に監査論を勉強する、租税法を勉強するってやってて、なんとなくやってたらこれ10時間食っちゃうんですよ。
ってなったら租税法回らないじゃないですか。でこれをずっとね試験前繰り返してるとですね、精神衛生上ですね、もうメンタル的に超やられちゃうんで、もうこれ10時間で終わるよねと分かっておけばですね、すごい自分の中で復習のコマが入れやすいんですよね。なのでぜひストップウォッチで測ってください。これはどんぐらいで終わるのか。で当然ですけど早くなるはずですよね。でなれば、まあ1回目、1時間、2回目30分とかでもいいんで、どんどんね、それは更新していっていいと思います。それもね、付箋で貼っといたりするといいんじゃないですかね。1回目何分で回せますよと。で最終ぐらいになると、私もそうだったんですけど、結局もう伸びしろなくなります。もうどうやっても2時間かかると。ってなれば、まあそれある意味完成です。もう2時間のテキストだっていう感じで、どんどんね、最後アウトプット復習ですね、に使ってもらえたらなと思います。はい。なので、1冊あたりの時間管理を、まあ、全科目ですね、しておくっていうのが超おすすめ。トーレもそうですよ。第1回、応用トーレ、これ2時間とか。でも通常は2時間だけど、もう自分はね、もう30分で解けるよみたいな感じで、もう30分って書いておくかですね。そうすれば、あと30分余ったなって時にもそれ使ったりですね。まあいろいろできますんで、ぜひ時間管理。これはね、もう管理。まあ超重要ですので、基本中の基本です。で、3つ目。当連の抜粋です。当連の抜粋。で、これも超重要で、あのね、冷静に考えたら分かってもらえるんですよ。何かっていうと、皆さんね、第1回基礎当連から、まあ第10回、応用当連とかあったとするじゃないですか。で、毎回ね、2時間測ってね、もう1回やるんですよ。でこれやるのは 2,3 回までですよ。まあ、当日ね、試験受けますよ。応用等ね、現場で受けますよ。で、コテンパンにやられたと。で、2日目ね、エビングハウス的には2日目にやりますよ。もう1回解きますよ。まっさらでやりますよ。もう1回2時間使いますよ。同じぐらい解けたと。で、そこから復習しますよね。じゃあ次3日後とかでいいんですよ。で、時に、それもう1回解いてたらこれね、いつまでそれやるんですかって話になるんですよ。なので、解けた問題はもうどんどんザクザク切ってってください。黒ペンでもいいぞ。黒ペンでシャーってやるのでいいですよ。で、ちょっと不安だなと思ったら、まあ残しとくぐらいでいいです。でも、ずっとは解かないみたいな感じで、例えば三角って言っとくとか、2回に1回でいいよとか、2回回したら1回解くんでいいんだよとかですね。そういうふうに自分の中でどんどんルール作っていってみてください。なので、復習時間がなくなるっていう人の多くの原因とかですね、ご丁寧に毎回不効率なことやりすぎなんですよ。闇雲にね、やるんじゃないと、まあ、いつも言ってる通り、積み上げ式に当てると当然時間パンクしてね、こんなのね、試験落ちますよ。なので、逆算というかですね、どんどん、まあ、無駄ははしょっていって、できない論点だけを、潰していけるような工夫ですよね。っていう意味で、ぜひやってください。例えばね、第1回応用答練で、問1から問10までありましたと。で、問5までは全部解けるってなったら、次はもう問5から問10まででいいんですよ。ってなれば、半分の時間で終わりますよね。1時間で終わりますよ。で、直前期ね、何回も回してると、問5から問8までも潰せたと。素晴らしいと。ってなれば、もう問9と問10しか残ってないですよ。ってなればもう20分で終わりますよね。なので、同じね、1枚応用答練第1回でも、1人はね、20分で終わる。で、もう1人はね、何も考えずにもう2時間5点で解いてますと。で、当然解けますよ、8割。で、俺すごいとなってると。これ全然実のね、効果が違いますんで、ぜひね、考えて復習してください。でどんどん削っていくと。当連のね、抜粋って言ったら何かっていうと、僕もやったんですけど、例えばね、連結が自分弱いとするじゃないですか。財務会計の連結がどうしても弱いと、もうね、子会社出てきたらもう涙出るという人がいたとするとですね、何したらいいかっていうとですね、それこそ第1回の基礎当連から、まあ、第10回の、ね、直前当連まであったとすると、各回で連結で出ますよね。で、出てない回もありますね。なので、おすすめは自分が苦手な論点があるんだったら、連結だけを抜粋してくるんですよ。1回とか2回とかも関係ないです。もう連結っていうドリルを自分で作るんですよね。で、もう連結をもうやりたいと、もうどうしてもちょっと怖いというのがあれば、その連結ドリルを自分で解くみたいな。そんな感じで、もう縦も横も、いろんなね、横断的に勉強していくっていうのが超重要です。なので、僕いつも何回も言ってる通りですね、他校の、まあ、レジュメだったり、問題集ですね、なんか、やってる暇全くないんですよ。何かっていうと、自分たちが与えられてる当連ですよね。でも、そうやって消化できてないんで、それをどうやってうまくね、消化するかっていうのがポイントなんですよね。なので、同じ論点をね、他校に取り寄せても、もう一回言った通り、解ける問題を解いて、またやってることになりますんで、それは当たり前ですけど消化不良になりますよ。なので自分のね、信じた予備校どこでもいいですよ。タックでも大原でも CPS さんでもね、どこでもいいんですけど、そこの信じた予備校をですね、しっかり今やり尽くすと、ここに今すごいね、重要なポイントがあるんじゃないかなと僕は思います。当連ね、できる問題はもうやらないっていうのがポイント1で、あと2つ目ですね、できない問題だけの論点を集めた自分用の問題集を作ると。まあ、これがね、ぜひ当連のですね、有効活用方法なんじゃないかなと思います。っていうのが3つ目です。はい。で、次4つ目、1日1科目だけの徹底期間を作るというのが4つ目に挙げました。僕もそうなんですけど、多くのね、受験生は当たり前なんですけど、1日に3科目とか4科目回しますよね。午前中はね、計算やるんで、財務会計と管理会計やると。で、午後はね、理論科目の方がいいよって僕いつも言ってるんで、監査論やったりね、企業法やったり。これね、素晴らしいと思います。これは普段、8割9割はこれでいいです。ただですね、直前期、僕がめちゃめちゃやってよかったなって言った勉強方法が一つありまして、当然いろんな知識はね、ある程度レベルアップして定着してきてると思うんですよ。この段階ですよ。初めから言っちゃダメです。このぐらいの肌感覚の時にやった
った方がいいのが何かというと、そのある1日だけは監査論だけとか租税法だけとか決めてですね、その1日その1科目だけを深く深くもうとことんやり抜くっていう日を設けると、めちゃめちゃね知識の深掘りと定着につながります。でも言った通り注意点はある程度のレベルになってからです。初めからやっちゃうとね、もうめちゃめちゃしんどくなっちゃうんでやめてください。ある程度回せる時間だったり力量がついてからっていうのがおすすめですね。もう今日は朝のね7時から夜の10時まで監査論、これめっちゃ贅沢じゃないですか。それを1日使ってこれだけやっていいんですよ。であとは当連、あの監査論ね、当連も全部やりますっていう風にやればですね、めっちゃ自信つくんですよ。このメリットってめっちゃ自信つきます。もう監査論俺もうめちゃめちゃできるよってなるんですよ。その当日はね、当然翌日以降忘れますけど、でもそれ全科目やればある程度ね全科目に自信がつきます。で当然ね、またそれが終わればまた通常のルーティンに戻してください。1日3科目4科目って戻すんですけど、論文式だと7科目じゃないですか。要は1週間まあ徹底期間ですよね、各日でまあ割り振ってですねやればかなりの自信になるんじゃないかなと思います。はい、これはね好きなだけやってください。僕ね、論文式行くまでに多分合計3回ぐらいやりました。その3セットぐらいやりました。各1日だけの勉強方法を2、3セットですかね、3セットぐらいやったような記憶があるんで、ぜひね皆さん試してみてください。合わなければねやめてもらって大丈夫なんで、ぜひぜひお勧めします。っていうのが4つ目、1日1科目どっぷり時間を作ってみてくださいっていうのが4つ目ですね。最後5つ目は何かっていうと、本試験同様のスケジュールで生活してねっていう点でしたね。まあ日々のね勉強はね皆さんのライフスタイルでいいと思います。夜行性の方もいます、早朝ね型の人もいます、いろいろいますよ。で僕はちなみにタックとかでね予備校の同じ時間間隔で生きてました。まあ朝開く夜閉まるっていう感じで、まあフルで勉強して、早朝前後はちょっとずつ自習はしましたけど、基本的にはそれに合わせに行きました。ポイントは特に夜行性の方とか早朝型の人なんですけど、要は本試験ってでも当然ですけど決まってるじゃないですか。担当式とか論文式とかもう日程決まってますよね。もう担当式だったら1日でねもうぶっ通し、論文式だったら3日に分けてね朝から夕方まで、ね、ぶっ通しって感じでやるじゃないですか。っていう感じで時間帯でパフォーマンス出せるか出せないかって、これめちゃめちゃ重要だと思うんですよ。なので、まあ、基本的なねスケジュールが外れてる方は特に注意なんですけど、やっぱり本試験前は担当式、論文式それぞれあるんですけど、あの合わせていった方がいいですよ。でちょっと後で出すんですけど、分かりやすいのは特に論文式です。論文式って3日間あるんですよね。で1日目が監査論と租税法です。で2日目っていうのが会計学どっぷりですね、管理会計財務会計です。3日目っていうのが企業法と選択科目ですよね、経営学統計学民法とかですよね、っていう感じで決まってますんで、結局そのね日程と組み合わせっていうのは体のリズムで覚えさせた方がいいっていうのがこれ実はポイントです。何が言いたいかっていうと、例えばですよ、この食べ合わせです。日々の勉強も監査論と租税法を勉強するっていうのが結構ね、あの自分の中です、直前期ですよ、毎回やらなくていいんで直前期合わせていくと結構ね体のリズムで作れると思います。で2日目ね管理会計と財務会計ですよ、結構重いじゃないですか。それを1日ねこなさなきゃいけないんで、それもね、練習しておく。で当然朝から夕方の日程で練習しておく。で最後ね企業法と選択科目なんで、それをねセットで、食べ合わせとして勉強しておく。こういう風にやっておく。でこれをね2セットとか回すじゃないですか。ってなるとある程度本試験をね自分の中で疑似体験できてるじゃないですか。っていう感じで結構自信になったりしますし、自分の中でリズムにもなったりするんで、ぜひねこういった勉強法を頭使ってやってほしいなと思います。で食べ合わせの問題が一つポイントですし、もう一個はね、スケジュールです。日程感、やっぱり夜行性の方って深夜にね目が冴えちゃう、で朝はね全然ダメっていう人がこれ本試験この日程で来られると、もうとてもじゃないけど頭回りません。なので少なくともねタイミングいろいろあると思います。1週間前1ヶ月前あると思うんですけど、ぜひ本試験直前にはですね本試験同様のスケジュールでぜひ生活もしてほしいし、科目もね、ちょいちょい勉強ははめてほしいなと思っております。これねめちゃめちゃいい話だったんじゃないかなと思います。はい、今日は本試験までに準備しておいた方がいいこと5選という感じでお話していきました。1つ目何かっていうとサマリーページを作成ですね。まあ皆さんまだ招待ページです。招待ページをぜひサマリーページに進化させてあげてください。で2つ目っていうのは1冊あたりですね、まあ1冊とか1等連とか何でもいいんですけど、1冊あたりの時間管理っていうのをぜひしといてほしいなと思います。どのぐらいで回せるのかと、まあそれ自信になります。で3つ目、等連の抜粋ですね。まあ等連をカスタマイズすると、自分が分かんないやつだけを抜粋するっていうのと、自分が分からない論点だけをいろんなね当連からねかき集めて作ってしまう、カスタマイズしてしまう、この二軸で頑張ってくださいと。で4つ目、一科目だけどっぷり練習する時間、勉強する時間っていうのを1日ね取ってみるとめちゃめちゃ面白いですよというのが4つ目で、最後5つ目、当然本試験受けなきゃ合格できませんので、本試験に合わせたスケジュールでね生活しめることをお勧めします。まあこれさらに2つに分かれてて、1つはね科目の食べ合わせ組み合わせですよね。で2つ目が本当の、朝から晩までのスケジュールですよね。で動いてみるとっていうのがおすすめになります。いかがだったでしょうか。はい、ということでね、今日は久しぶりに試験関係、会計士受験生絡みのお話になりました。まあ、こんな感じで僕のチャンネルではですね、会計とか税金のビジネスとか、まあ、いろんなねお話をしていきますので、ぜひねチャンネル登録してください。で2点目、ツイッターのシェアねしてもらえると大変嬉しいです。はい、ということでね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。